ら破壊系ギタリスト DDG です。ちょっと今日はね、本題に入る前に最近ちょっとよく聞かれることなんですが、この黒いやつ最近ずっとこうつけてるんですが、これ何なのかというと、島村楽器さんから出てるね、指が痛くなりにくいギター用指サックなんですが、ちょっと手荒れがひどくて素手でね、あまり弦を触れないので今、ちょっとこれをつけています。はい、でじゃあちょっと本題に入ろうと思うんですが、今日はね、ミュートについてのお話をしていこうと思います。エレキギターの中でね、最も大切な技術が、ミュートだと思っています。どんなにね、早く弾けてもいいニュアンスが出せても、このミュートがねできないとまともな演奏になりません。エレキギターね、弾いたことあれば分かることですが、実際にこう弾く、実際に弾く弦以外の音をしっかりこうミュートをしないとね、余計な音が鳴ってしまってね、鳴ってしまうので、ミュートは確実にしないといけないんですが、これコツをね掴むまではすごく難しいんですよね。僕もね、ギターを始めて間もない頃にこのミュートですごくこう悩んだんですが、ミュートに関してはね、かなり神経質に練習をしてきたので、まあその練習方法とかね、やり方っていうのを今日はについてお話をしていこうと思います。でその前にね、このミュートは左手でかけるのか右手でかけるのか、これはどっちなのかというと、厳密には両方でかけます。で右もね左もミュートしないといけないんですが、リードプレイにおいては、先に覚えるべきなのは右手のミュートだと僕は思っています。あくまでね、僕自身のその考え方で、どちらの方が大切とかではないんですが、その右手のミュートってピッキングフォームにね直接つながってくるので、ある程度ね癖がつく前に、ミュートができるしやすいフォームっていうのを覚えてしまった方がいいかなと思っています。で僕もね経験があるのですごくこう分かるんですけれども、ピッキングフォームを変えるのってめちゃくちゃ大変というかね、下手にねちょっとこう変えようとすると全くこう演奏できなくなったりするので、もしねミュートでお困りの方でね、今日この動画を見てくださっている方がいらっしゃいましたら、無理にね僕のミュートの仕方を真似するっていうのはしないでほしいなっていうのは先にちょっとお伝えしておこうと思います。でこれからね紹介するミュートの練習方法はあくまで僕のやり方ですし、あと 何度もねこう言っていることなんですが、ギター講師じゃないので正しい知識をねこうお伝えすることってできないし、どちらかというと教則本とかだとね NG ってこう言われたりしている弾き方をしてたりもするので、僕自身のこの弾き方ってね、なのでね、YouTube 上にはね、素晴らしいギターの講師の方がたくさんいらっしゃるのでね、まあ、少しでも負担を感じる場合は、この動画止めていただいて、別の方の弾き方を参考にしていただきたいなと思います。はい。ということでね、今日はね、ちょっとね、実はね、台本をね、いつもこう、何を言うのかこう、わからなくなってしまうので、今日は実は台本を、書いたんですが、ちょっと目線がね、台本の方に今日はちょっと行ってるかもしれませんね、これね。これ台本書いて、でも思ったんですけれども、台本書いたはいいんですけど、これ覚えるのめちゃくちゃ大変ですよね。実際僕の今目の前にも台本があるんですけれども、ちょっとね、ちゃんと覚えることができないので、今日はちょっと台本を少し見ながら、お話をしていこうと思います。台本見ながらっていうかね、順番通りね、こう順を持ってね、ちゃんとこう説明をしていきたいと思ったので、今日はちょっと台本を書いて、説明をしているんですが、じゃあちょっと、まずね、今日はね、その右手のミュートについてのお話をしていこうと思います。はい、でそもそもなぜねその余計な音がその鳴ってしまうのかっていうとね、そのブリッジからね、ここからね手がこう離れてしまうから余計な音が
なるわけなんですが、これねすごい当たり前のことだと思うんですけど、めちゃくちゃ難しいと思いません？これ音は鳴らさなきゃいけないのにブリッジから手を離してはいけないって、いや音出せないじゃんって思う方もねいらっしゃると思うんですが、これね僕もこのミュートすごくこう実はこう昔ねこうギターを始めて間もない頃に悩んだ部分でもあるんですが、ふとイングベイをねこう聞いている時に僕が思ったことなんですが、その低音源の音がなんかすごいかっこいいなと思って、でもなんだろう実音じゃないっていうかね、なんかこう普通に弾いてたらこう出ない音なんですよね。でそれ何なんだろうと思って、当時本当もう全然ギターもちゃんと弾けなくてね、なんだろうその演奏に関しての知識も全然もなくて、右も左もわからない頃だったから、こう手探りでねこういろいろこうなんだろうその音を探してたんですが、ふとこうあブリッジミュート少しかかってるんだなっていうことに気づいてね、その時にね気づいたのが、こう演奏する時にねこうブリッジから別に手をこうなんだろうこう離さなくていいんだと、ブリッジミュートかかった状態で弾いた方が弾いていいんだっていうことにね当時気づいたんですよね。でただねこれいろいろ僕の中でねこう研究というかねこう覚えていった結果なんですが、ブリッジミュートはもう本当に軽くちょっとこう本当に軽くで、あんまり強くこう押しすぎると音が詰まってこうシャープしてしまったりするんで、本当に触れるぐらいこう軽く触れるぐらいでね、僕の場合はこうかけてるんですが、で、強くねこうミュートしすぎてしまうと、さっき言ったみたいな音をシャープしてしまったり、あとね手首がねこう固まってしまってすごく弾きにくくなるので、僕の場合はかなり軽くかけてます。それとねこれはちょっと手の大きさとか形によってねちょっと、違ってくるので、あとはねそのギターのネックの幅とかによってもこれは変わってくるので、一概にはちょっと言えないんですけれども、僕の場合はねそのブリッジにその手を置いていてもね、そのちょっとこうね弓なりにこうなるので、こうこの部分ね主塔の部分が1から3弦に関してはちょっと隙間ができてね、ノンミュートの状態になります。でただねじゃあこの高音源1から3弦は余計な音が鳴ってもいいのかというとそうではなくて、これはもう本当に自分の手の大きさとか形を考えて鳴らないそのフォームとかねミュートの位置っていうのを見つける必要があると思います。でもう一つなんですが、決めたフォームとミュートの位置を極力ずらさないっていうのはすごく大切だと思います。これねすごい口で言うのは本当に簡単だし、本当に結構当たり前のことしか僕は言ってないんですけれども、実際にその弾いてる中でねその右手を一定の位置に保つのってすごい難しいと思うし、なんだろうなその無意識でそのフォームをねこう保てるようにこうなるまではその感覚だけで、なんだろうそのミュートの位置とかねそのフォームっていうのを保つのって、難しいっていうかかなり無理なんじゃないかなと思います。なのでね僕自身も本当にそれができなくて昔ね、悩んだ部分なんですけれども、どうやって矯正していこうかってこう考えた時にこう構えると小指がボディにつきますよね。でこの小指の位置を動かさない、
これ上下に動くのは多少はもちろんこうピッキングするのでいいんですけれども、これがこっちに動かないように、この小指の位置をどこに置くのかっていうのを自分の中でちゃんとこう決めて、でこれがこう動くとね、こうミュートの位置も変わっちゃうし、なんだろうな、こう手も浮きやすくなってくるので、こっちには絶対動かさない。でどうしても動いてしまう場合っていうのは、一弦にこうところにこう見えるかな、こんな感じでこう指引っ掛けちゃうとみたいな感じでね、ちょっと弾きにくいけどね、こうやってちょっとこう矯正をしたり、していました。まあ、ちょっとねこれはね窮屈にね感じると思うんですが、まあ、それくらいねこう徹底してミュートは覚えた方がいいと思いますし、癖がついちゃえばね、なんだろう、あとはもう感覚で弾けるようになるので、まあ、多分ねその窮屈に感じるのは、最初だけかなと思います。ちなみにね、そのここまでね、ずっとこうミュートは大切だよっていう話をこうしてきたんですが、そのフォームとかね、その右手の位置ってすごく大切です。ただその際に何より大切なのっていうのは、どんな音が出ているのかっていうことなので、まあ僕の場合はその自分の音をね聞くっていうのは、これはもうもちろんなんですけれども、自分がこう理想としているね音をこう出しているアーティストの音っていうのをね、こう耳に焼き付くぐらいたくさん聞いて、しっかりとねこう、なんだろう、その音をイメージするっていうことが何より大切かなと思っています。ただね、こう漠然とこうできるできないだけだとね、その楽しくないし、本来のその目的っていうのは自分の出したい音を出すということなのでね、なんだろう、そのなんていうのかな、なんて伝えればいいだろう、結局台本書いててもね、ちょっとこう言葉に詰まっちゃったりするんですけれども、あくまでそのミュートに関してもそうだけどね、どんなテクニックもそうなんですけれども、自分の出したい音を出すためのテクニックの一つっていうことは、どんなテクニックにおいてもね、ちゃんとこう覚えておいた方がいいと僕は思っていて、で何より大事なのはそのテクニックとかよりも、その音を自分の中でしっかりこうイメージしておくっていうことが一番大切かなと思います。そこをねちゃんとこう覚えた上で、しっかりこうなんでそのミュートの練習をするのかっていうのをね、こうちゃんとこう理解して練習をすると、よりこう上達っていうのは早くなるんじゃないのかなと思っています。はい、で今日のお話はもうここまでなんですけれども、今日ね右手の話しかしませんでしたが、その左手のミュートっていうのは、僕は もうちょっとこう先の段階に行ってからのお話かなと思っていて、というよりもね、その実際にねちょっと矛盾しちゃうかもしれないけど、ブリッジから手を離してそのリードプレイね、すごい早弾きとかも上手にできる人って実際これいらっしゃるんですよ。これなんでかっていうと、右と左のねそのシンクロ率がめちゃくちゃ高い人って なんていうのかな、もしかするとね、その余計な弦の音がこう鳴っているのかもしれないけど、そのシンクロ率がこうビタッとこう なんだろう しっかりこうシンクロねこうしてることによって、余計なその音をかき消すぐらいね、こうしっかり音が出せる方って実際まあいらっしゃることもこう事実だと思うんですよね。まあ実際にじゃあやれって言われたら、ある程度は僕もできるかもしれないです。ちょっと弾いてみます。
完全にこうミュート外してましたけど、やっぱりある程度はね、そのシンクロさせると余計な音をこうやってかき消すこともできるんですけれども、まずはね、やっぱりその今日その右手のミュートのお話だけにこう焦点を絞ったのって、やっぱりそのこれが基本なんですよね。ここのそのなんていうのかな、その技術をしっかり最初にこう覚えておかないとね、まあ、ミュートの基本は僕は本当にこの右手だと思ってるし、実際にね、僕弾くときも今もうミュートはかけた状態で弾いてるので、まあそれを覚えた上でね、いろんなこうスタイルにこう移っていった方がこういいんじゃないのかなと。まあ逆に言うとね、この右手でのね、このミュートがしっかりできるようになれば、またちょっと別の機会の時のお話をしようかなとも思ってるんだけど、そのね、フォームと位置がこう定まることによってピッキングの精度とかもすごくこう上がってくると思うし、そこを覚えちゃえば今みたいにこうミュートをかけないでもこうミュート できるようにもこうなってくると思います。まあただそのね、そのミュートをかけないで弾くっていうのは僕のスタイルじゃないので、本当になんだろう、僕よりももっとガチッとこうシンクロを、ね、右と左をさせることができる方のようには僕はちょっとその状態では弾けないんですけれども、まあその最初にもうお話ししたんですが、厳密に言うとその右と左手はどっちもこうミュートをさせるんですが、僕の場合はそのなんだろう、どちらかというと右手を主体にミュートをかけていくっていうスタイルで弾いています。かなりまとまらなくて伝わりにくい話になってしまった気がするんですけれども、この動画からね、何か、得るものがあったら嬉しいなと思います。はい、今日はじゃあこれぐらいにしておこうと思います。ここまでね、見てくださった方本当にありがとうございます。まあちょっと不定期にはなってしまうと思うんですけれども、僕なりのギター講座というのを今後もね、少しずつこう出していこうかなと思います。もしよかったらチャンネル登録と、高評価の方よろしくお願いします。破壊系ギタリスト DDG でした。